銀平梅。さあ、そうしたらそのまま私の方に。宝忠様、豆はすべて取り除きました。終わりましたわ、宝忠様。宗玄、なぜこんなに早い？いつものようにとの仰せでしたので。ち、今度は鳩は使うな。まあいい。では、金蓮さん。はい、特別な何かだと思ったけど、単なる儀式なのね。さあ、平次様。灰の中の豆を、その箸で拾ってください。さて、服をお脱ぎください。服を？平次様はきちんとお済ませになりましたが、お嫌ならこの行はなかったことに。脱ぐわよ。脱げばいいんでしょ。どうせ鳩が豆を食べている間だけのことよ。ゆっくりなさってください。時間はたっぷりあります。私にこんなことをさせるなんて、はい。ちょっと、いい加減にしなさいよ。こんな修行あるわけ。行の間はお静かに。やってしまえば女なんて言いなりだ。宗金も平次もなぜ来ないのよ。さっきはあんなにすぐ。えい、おとなしくしなさい。そうすれば私が抱き仏で極楽へ。今頃あの女は宝忠の毒牙にかかっていますよ。え？宗金、この男、もしや私のために？平次。あ、旦那様。月城から金蓮と二人で行に来ていると聞いたので、ちょうどいい機会だと思って私も挨拶に来た。十時はどちらに？宝忠様は本殿で金蓮様と行の最中です。まさか正門家の当主が来るとは。そうか、では。この変態坊主、こんな寺潰してやるわ。あ、金蓮。旦那様、十字が私に不死だらなことを。これはどういうことです、十字。あんなの行なんかじゃありません。私はひどい恥ずかしめを受けました。法恩寺なんて潰してください。もちろんだ、金蓮。かわいそうに。ったく、どうして私だけこんな目に遭うのよ。豆なんか鳩がすぐ食べたはずよ。平次のやつ、わざと迎えに来なかったに違いないわ。法恩寺が取り潰し、では宗金とはもう会えないのね。平次様、宗金と名乗る僧がお目通りを願っていますが。どうしてちょうだい。平次様、私においとまのご挨拶をすることをお許しください。これからどちらへ？はい、行くあてはありませんが、どこか置いてくれる寺を探します。寺に？では私から旦那様にどこか。待って。この男を失うのは惜しいわ。だってこの人は私のために何でもしてくれる。私の勘がそう訴えているの。宗金、お前が私のためにここで働いてくれることができたらどんなにいいか。あ、平次様。なんだって。宗金をお前の部屋に迎えたいだと。はい、旦那様。どうしてそのようなことを。実は宗金は以前、私のもとで下働きをしていた忠実なものです。それが、この度の本恩寺の十時の不祥事で居場所を失ってしまいました。私には宗金が哀れでなりません。そこで考えたのです。宗金にここで小さなお堂を与え、そこで官家の供養と正門家の加護を祈ってもらえばいいと。しかし宗金は男だ。私はたとえそうでも男を妻の部屋の近くに置きたくはない。ご安心ください、旦那様。私は宦官上がりの僧でございます。これがその証、私のパオでございます。さらにお疑いでしたら、この体もその目でお確かめください。もういい。ではお許しいただけますか？ああ。ありがとうございます、旦那様。ありがとうございます。よかったわね、宗金。お前の言う通り話したら旦那様は分かってくださったわ。こちらこそありがとうございました。平次様のおかげでここにいることができます。お前が宦官になっていたとは驚いたわ。でもだからこそ旦那様が許してくれた。はい、だからこそこうしておそばにいることが叶いました。これから私のために尽くしてくれるわね、宗金。はい、平次様。これからの私の生涯は平次様のために捧げます。嬉しいわ、宗金。宗金が平次さんのところに？平次がどうしてもというので許した。宗金は本物の宦官だし、差し支えはないだろう。うん、なんだか嫌な予感がするわね。思わぬところから味方を得た平次。金蓮との対立にいかなる展開を見せますかは、また次の回で。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわ。ね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。